吉田さん、いろんなとこを旅できていいじゃないですか。3月8日、朝7時でございます。速稼塾の久保がお送りしております。マトリックスアフィリエイトシリーズ。もうすぐ終わりですね。億万長者合宿マトリックスですか。日本全国旅したのは私も同じなんですけども、本当に47都道府県、すべてのところに、場所によっては2度3度行きましてね。で、各地の旅館、温泉、食事、景色、いろいろと楽しませてもらいました。その時いつも思ったのが、あ、人生はこんな素晴らしいんだなと思ったんですよ。人生はね、どこの町に行っても、どこでご飯を食べても、美味しい、楽しい、美しい。で、飛び込みで行ったホテルにも心よく泊めていただいたりとか、まあ大体私はね、旅館を選ぶんですよ。で、宿泊できるグレードはなるべくいいところを選ぶんですよね。1泊5万とか10万っていうところも選んだことがありますし、まあそれこそね、30万50万ってところはとてもじゃないけどもね、選ばないんですけども、まあでも1泊で3万とかだったらね、今はもう、まあ、普通と言いますかね、そこそこの広さがあって、なんかそこに生活環境っていうのが、ただ入ったら寝るところじゃなくてね、ちゃんとくつろぐところがあって、作業スペースがあって、で寝るところは寝るところで分けてあってって感じで、あの荷物も整理しやすくってね、とっても快適です。で、まあ、吉田さんもね、いろいろ旅されていろいろ経験すると思いますけども、もし自由がなければお金がなければこれがなかったんだなと思うわけですよ。でホテルの中のいろんなねパンフレット見て選ぶ時間もありますし、お土産もしっかりと買えたりとかね、で、まあ、マッサージとかたまにあるとやってみようかなみたいな、ね、5000円かみたいな、全然やりますよみたいな。で、これはなかなか選ぶ人いないだろうみたいなのも、だったらやってみるかみたいな気持ちになったりとか、あと事前予約が必要ですみたいな、事前予約してね、特別コースをちょっとお食事でも頼んだりとかするんですよ。で、宿泊する部屋と食事をする部屋が別みたいなのもあって、食事する部屋ももうもちろんオープンスペースじゃなくて個室なんですよ。そういうのとか、あと部屋に持ってきてくれるようなね、懐石料理を選ぶこともあったりとか、中にはね、一軒家みたいなところに泊まるところもありましたね。で、個室温泉のあるようなところもあったりとかね、様々でしたよ。で、一人で旅することも多かったんですけども、まあ、母と二人旅をしたりね、奥さんと二人だったりとかね、大和くん生まれてからは大和くんも一緒に行ったりとか、様々な環境を楽しむことができて、ああ、人生だなぁと思いました。麻雀店をやってた頃はこんなのはなかったです。サラリーマンやってた頃もこんなのはなかったですね。すべてが自分の人生に起きていることなんだなと。そしてそれを選ぶことができるんだなと思いましたね。もちろんね、いい時ばっかりじゃないと思いますんで、もう、なんかね、ますます思うんですよ。できる時にやっておこうと。で、楽しみは後に取っておくみたいなことがありますけど、私は楽しみはきちんとできる時にやっておく方ですよね、やっぱり。で、どうせどっかでね、思い通りにならない時ってのは来ますから、心配しなくても。その時は大いに思い通りにならない人生を楽しんでやろうと覚悟するだけですよ。まあ人生春夏秋冬ありますからね。吉田さんいい旅してますね。私もなかなかいい暮らしさせてもらってますよ。文句なしです。すべてはビジネスが私を自由にしてくれた。以上です。いってらっしゃい。